オレグは、10世紀初め、ルーシの一部、または、全部を支配したバリアーグの王焼け、1、ルーシの塔ノブゴロドからキエフに移し、キエフルーシの礎を築いた。また東ローマ帝国の塔コンスタンティノポリスを、少なくとも一度は襲撃した。現初年代記の記述によると、882年から912年まで、キエフルーシの大抗位にあったとされるが、 ロマノス一世イレカペノスの在位中であった940年代後半の HLGW という名の加減の活動について触れたシェヒター文書など他の資料との相違点からオレグの没年や在域に疑問を投げかける研究者もいる。リュウリク朝、特にリューリクのコイーゴリとの関係がどのようなものだったかについては歴史家の間で様々な意見がある。 埋葬されるオレグ・バリアーグの出で、リューリクの親族、リューリクの死の際に、彼の王国とこの世話を委ねられた。オレグは徐々に、ドニエプル川沿いの町を攻略し、最終的には、アスコルドとジールが支配するキエフを奪い、そこに10日前、バリアーギからギリシアへの道を完成させ、キエフルーシを樹立した。オレグは、キエフを拠点に、コンスタンティノポリスを襲撃して、 東ローマ皇帝から情報を引き出し、907年から911年にかけて通商条約であるルーシビザンツ条約を締結させる快挙を成し遂げた。その際、東ローマ側は毒を持ったワインでオレグを毒殺しようとも苦労んだが、オレグは信託の力でそれを見破ったという、通商路を確保したオレグは、キエフルーシの繁栄のもとを築き、 デレブラーネ族などの周辺部族も抑えつけ、勢力を拡大することに成功した。これと同時に、東欧に勢力を張っていたハザールとも絶えず戦い、経済網を事実上破壊されたハザールは、10世紀を通じて衰退していくこととなった。年代記では、オレグの死は以下の通り描かれている。部族の司祭たちに、オレグが自分の愛馬のせいで死ぬだろうと予言され、 彼は優秀な予言者を持ったことを誇りに思い、その馬をよそへ送り出した。何年か後に彼はその馬がどこにいるかと尋ね、馬はもう死んだと伝えられた。オレグは馬の意外を見たいと求めその場所に連れられて行ったが、死んだ馬を見て笑いながら、どうして死んだ馬が私を殺すことができるのだと言い、足で馬の頭蓋骨を蹴ったところ、頭蓋骨から蛇が飛び出し彼を噛んだ。 オレグは、それが元で死に、予言が的中した、オレグの死に方について、様々な解釈がなされている。一説によれば、オレグは、晩年に、キリスト教を受け、現地の宗教を信仰する部族の年寄りと、対立し始め、ついに毒殺されたという。もう一つの仮説によれば、オレグは、最大の敵であった、ハザールの手によって毒殺されたという、注釈出典。ありがとうございます。